はい、今日も始まりました。未来予測 YouTuber の岡本明弘と申します。よろしくお願いいたします。ただいまの時刻、10日ですか、9時44分になります。さてですね、今日挙げるのは日本経済新聞2019年11月6日2時に配信されました冷戦終結30年どんどん覇権を脅かすのはというテーマの日経解説動画を上げさせていただきます。どんどん覇権を挑戦者とみなされているものがきまして、中国の人民元とフェイスブックによるデジタル通貨リブラだということです。21世紀の通貨の争いはこれまでになかった米中新戦争とデジタル化という要素が加わったと。我々が恐れているのは国際銀行間の通信協定スイッチから外されることだと。米中の対立で、経済関係を分離するデカップリック戦略がささやく中、ドル決済網から中国が外されたら、恐怖を抱く中国政府は人民元を中心とした独自の国際決済網に動く。決済をやりすぎるとドル決済のシェア低下につながりかねない。人民元でもリブラでない。米国内で深刻になっているのは社会の分断だ。来年のアメリカ戦まで1年を切り、どんどん内向きになるアメリカ自身リスクがある。通貨負担を果たすアメリカの覚悟が問われている。ここは問題ですね。これがダメ、日経のダメなところですね。結論簡単に言います。だからこれの逆で、もうどんどん覇権の時代終わりましたってこと、これの記事の本音はね。いつまでも日米安保路線やその日米貿易構造摩擦路線から脱皮しなさいってことです。要はね、アメリカにくっついちゃってる留学組ね、とかそういうアメリカの大学出て、こう、大いばりになってる人間は排除されるべきだっていうことですよ。ひいて言えば対米追従の、二軒の中にいらっしゃる方々は、もう、さようならっていう、フルブライト留学生組ですね。フルブライトさん、またその下につながる連中らはもういりませんということなんですね。そういうことを私、この記事は、もうそういう路線を目指すべきだということを考えるべき時だということになります。中国に関しても、中国というのはそもそもゴールドマン・サックスは朝日新聞というのはよく右翼の連中がいるんですけど、そういう連中が作った路線ですから、基本はですね、グローバルという路線から引いていかなければならないということで、中国と一線を引きながら付き合うことが必要だと思います。中国との貿易に関しては基本僕は制限をするべきであろうと考えています。中国はクリントンの連中らですね、弁護士路線の連中らが利権をあそこに、日本ボンとしてね、いよいよ中国の方に向けていった流れの中で成長していったという流れがあります。トランプ対中国ということになったときに、路線変更がされる。つまりですね、いいか悪いかは別にして、クリントンの路線はもう、ノンなんですね。その流れの中で考えるんであれば、私はですね、大いにですね、どっちを支持するかって人もいるんですけれど、大いにこの流れの中で、中国との関係もですね、これにして、アメリカはアメリカ、日本は日本の道を歩んでいく。これがですね、正しい生き方になっていくと思いますね。おそらくここの方、中に蜜月関係が細ってくると、中国の流れも、一見強いように見えますけど、だんだん細っていくんじゃないかなとは、思っておりますが、いかがなものでしょうかということで、日本はですね、内需集中心の体制を作る時だと考えております。三橋貴明さんは 5% って言ってますからね。日本のそこに左右されてトヨタとかの連中に
左右されてね、貿易制限を、貿易をね、拡大する路線にいつまでも付き合っていたら日本を滅びてしまいます。ですからですね、今そういうことも、そういう体制も考えて、日本独立という道で頑張っていきたいと、頑張っていかなければならない時ではないかということを改めて感じさせていただきました。引用はですね、日本経済新聞のですね、どの覇権を脅かすものということで、アドレスも載っております。では、行きます。フルブライト売国道路線をぶっ壊す。以上でございます。